皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、スカルトのコウメです。今回もガンダム無双さんをやっていくよ。前回はこの世界が異世界ってことが分かりましたよね。それと同時にこの非常事態でも暴れてる人たちの存在も分かったけどね。全くなんで異世界に来てまであいつらと戦わないといけないんだ。それが運命ですよ。嫌な運命だな。それで今回は何をしていくんですか？とりあえず元の世界に戻るためにもこの世界にある謎の施設から情報を取っていかないといけないからね。今回も施設を制圧していくんじゃないかな。割と野蛮だった。それじゃミッションをやっていこうか。ミッション内容はこんな感じだね。この世界には旧知のパイロットが存在する。それならば自分たちの仲間もいる可能性はないだろうか。回線を開け通信を試みる。その行為は敵対勢力がいる以上自分の場所を知らせる危険性を伴うが、一縷の望みにかけて彼らは返事を待つ。今回は制圧じゃなくて仲間を探すんですね。ということは今回でまた仲間が増えるのか。まあ仲間より敵に会えそうですけど。というか今更ですけど、こういう通信って傍受されないようになってると思ってたんですけど、割と傍受されるんですね。まあ今は非常事態だから全部の通信チャンネルで通信してるんじゃないかなって言ってたら、早速仲間に繋がったんだけど、思ってたよりも簡単に見つかりましたね。それにしてもチェーンとキラか。チェーンはともかくキラがここで仲間になるのは結構熱い展開だね。着実にオーバーパワー集団ができ始めてますね。って知らない人も通信に入ってきたんですけど、誰かはわからないけど敵対勢力もこの施設を確保しに来てるみたいだね。一体敵は誰なんだ。赤い機体って言ってましたから、シャアかもしれませんね。まあ誰が相手でもこの施設を渡すわけにはいかないから、とりあえず撃退していこう。今回はパートナーゲージのフィールドが近いな。序盤でパートナーストライクが使えるようになるのは戦いを有利に進めますね。奥義が2回使えるようになるみたいなものだからね。さて、味方が分かれて他のフィールドを取りに行ってくれてるから、僕は敵に確保されてるフィールドを取りに行こうか。というかプランまた敵なの。キラが味方だったので、アスランも味方が対応してたんですけどね。またアスランとキラは喧嘩してるのかな。ガンダム無双のアスランって基本的にはキラのスタンス間違ってるってところから始まりますからね。ここは一応ヒートデスティニーの設定を使ってるんじゃないかな。ここまで来たら最初からは返しててくださいよ。とりあえずアスランは今冷静じゃないし、一回撃破してから話し合いをしていこう。話し合いの前に暴力が出るのやばくないですかね。というかなんかめちゃくちゃ食らってません。おかしいな、インフィニットジャスティスの攻撃を少し食らっただけなのにこんなにダメージが入るなんて。まあ無駄強化も何もしてないですからね。あっても HP が自動回復してるみたいですよ。なるほど、攻撃を食らっても紫色の部分までは自動回復するのか。いや、このガンダム無双さんシリーズのノーパーパターンですけど、この仕様今から気づいたんですか？今まではそこまで攻撃を食らうことがなかったから。でもということはこのガンダム無双さんでは自動回復があるから受けるダメージが多いのかもね。果たしてこの仕様はいい仕様なのか、良くない仕様なのか。個人的には受けるダメージ量が多いってことは、ワンコンボで撃破される可能性もあるから微妙といえば微妙かな。それもそうですね。まあ攻撃を受けなければどうということはないんだけどね。ここでチャージブーストコンボが火を吹くわけですね。このコンボにはシーブックさんも手も足も出ないみたいだな。シーブックさん特に見どころもないままボコボコにされるなんて。アムロさんやセプナ、キラといったガンダム界でも屈指の化け物集団に喧嘩を売っちゃったのが運の尽きだよ。確かに改めて聞くとこの集団結構ヤバいですね。おっと、仲間が先に鉄本拠地に攻めは決めたみたいだね。マイスターさんはいかないんですか？せっかくここまでフィールドを制圧したからね。どうせなら全部制圧してから行こうかなと。まあガンダム無双さんのレベル上げが大事になってくるって話ですから、稼げるところで稼いだ方がいいですもんね。それにしても赤い機体がいるって話だったけど、もしかしてアスランのことだったのかな。モビルスーツを建造してたって話ですから、アスランとは考えづらいですけどね。でもシャアとかフルフロンタルもいないし、そうなると今でてったりボンズくらいしか。いや、さすがにあれは赤い機体じゃないよね。何があったって言うんだ。歪みだ。
世界の歪みだ。刹那最初した言葉が足りなさすぎてキラが理解できてないよ。刹那今の世界の歪み、突然にアリベンジが自分たちの敵で、なおかつこの施設に攻撃を仕掛けてきている。モビルスーツを転用している赤い機体ってことが含まれていますね。いや、言葉の裏を読むとかそんなレベルじゃないんだけど、刹那さんはコミュニケーション能力に何かありますから、それスタンディングではそれでも通じたかもしれないけど、この舞台では通用しないからな。本当にこの舞台の癖が強すぎて、アムロさんや今回の衣装が心配ですよ。というか、あとはリベンジを返せばクリアだと思うんですけど、何やってるんですか。いや、せっかくこのフィールドにもアスランとシーブックさんが出てきてるから、倒してからリボンズを倒そうかなって。どこでも勝てるんですか。やはり歯向かうものは一度分からせておかないと後々厄介だからね。あったで、そんな話してたらアスラン見失ったんだけど、この近距離でなんで見失えるんですか。リボンズに目が行っちゃってて、あっ、よかった、ここにいたのか。しかも適当に撃った大目にも当たってたみたいだし、結果的にこれは見失ってないと言っても過言なんじゃ。もちろん過言ですからね。よし、アスランは撃破完了。次はシーブックさんだね。シーブックさんはアムロさんが相手をしてたみたいですし、割と楽にされてそうですね。で、アムロさんだけじゃなくてキラさんもいる。おいおい、さすがにシーブックさん相手にその二人で2対1やるって人の心がないのかよ。アムロさんは確実に勝ち方法を実践してるだけなんですよ。これが効率を求めた結果だというのか。そしてシーブックさんは効率の闇にもならかった。まあ何かともあれ、これでリボンズだけになった戦っていきますか。前回は試作に合気の核にやられたからな。今回はリボンズガンダムの奥義に気をつけて戦っていこう。試作に合気の核は範囲が広いですから避けづらかったですけど、リボンズガンダムはそんなことないと思いますし、大丈夫ですって。それでも一気に削られる可能性もあるからね。で、今すごい多番ヒットしたな。一瞬ですけど結構入りましたね。果たしてどれくらい削れたのか。おっ、あとちょっとで、しかもなんかいい感じの場所にハマってるし、これもうここから動けないんじゃないか。まさかリボンズもここまで待たされた挙句、マックの首に追いつけられてはめられるとは思ってもみなかったでしょうね。これはマックが悪いよ。でもこれでこの施設は守れたね。なんだかんだこの世界の情報も集まってきましたね。ただリボンズとアスランさんやシーブックさんが一緒に行動してたのが謎ですね。アスランやシーブックさんはリボンズとスタンスが合わない気がするのにね。まあそれも今後分かっていくのかな。わかるといいんですけどね。さて、それじゃ施設にある情報とチェーンたちが持ってる情報を整理しますか。何がわかるのかな。ふむ、どうやら整理した結果別の世界だって説が濃厚になったみたいですね。むしろ今まで若干信じきれてなかったのか。それとどうやらこの施設は自己増殖してるみたいですよ。何それ。ゆっくりですけど大きくなってるのだとか。そんなわけで今後の目的は情報集めと施設を止めるってことみたいですね。これ本当にガンダムの世界の話。まあ今後の目的は分かったけど、さすがに今のままだとどこかで済む可能性があるし、機体の強化とかをしていくか。なんだかんだ初めてですね。それで今作での強化ってどんな感じなんですか。今作は強化をするにはお金を使って強化をしていくシステムになってるよ。前作みたいに1ミッションクリアしないと強化されないとかはなくなってるけど、お金がないと強化できないって感じだね。結構しんどいんですね。そういえばライセンスはどうなってるんですか。ライセンスもショップで買う感じだね。ショップにはその機体で5回出撃すれば並ぶらしいから、これもやり込み要素かな。なかなか厳しいですね。それじゃスキルを買っていこうか。スキルを買うんですか。この世界では何をするにもお金が必要になってしまったんだよ。敵払いですね。これは今後お金稼ぎとかもしていかないとな。そんなわけで今回は短いですけど、ここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。